条件付きですよね。でかい。600万でかい。でかいな、でかいからいいか。ダメだな。
て次の台残せないな。スが来ると思ったら来ないのか、間違いで飛ばしてしまいました。自分の持ってる所持金よりも多いシボバの話だと来ないんですよね。それが来たんだろうな。
1000万いるからいける。今回はね、また1000万がいるんで、できれば体重低くって早熟じゃないやつを、いや、ジャッジメントだからなんとかなるかな。お願いします。でかすぎる。もういらない。逆に1000万で低いっていうレベルですよ。あ、ちっちゃマーク。逆に1000万ってなんか低いじゃん。570kg もあったら1500万くらいの意味がないレベルですよ。でかいだけだったな。でかいだけとかも、
タミナがコメントされたらで軽かったら繁殖にあげよう。
スタミナ50あります。スタミナ50超えてるのが5頭いるんですけど、そのうちの1頭スピードは35なんですけど、いいやつです。
重次第ですね。これもね、いや苦しいな。いや買えなかった。仕入れないといけないな。900万ですね。ちょっとでかいよな。ちょっとでかいよな。
縛りの中では金馬です。レイニーバカンスといい勝負です。はい、お疲れ様です。強い方がでしょうね。おられたくさんそうだと思うので、苦しみをね、こういった怪我の苦しみを多分理解していただけると思います。もちろん楽しみながらやってはいますが、
正解。
いもん。でかいよ。スタミナがあったら残すよ。出てないでほしい。頼むから頼むから早熟なし、お願いします。でかいからスピードないのは分かってるけど、お願いします。よしよし、1年延長で、延長でというか、そんな感じでいきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。